徳島ボルティス最新ニュース徳島ボル。イス、対談選手は以下の通り、情報は12月13日時点。シーズンの J リーグは、ダゾンフォードコモでいつでもどこでもかん。市長、インヒズケイチ選手前所属移籍先尾行2022年12月13日、フォワードモリカイト。レイソルトクシマボルティス期限付き移籍2022年9月20日、ディフェンダーにし。 戸正社高校徳島ボルティス新加入2022年9月9日ミッドフィルダー山雄大早稲田大学徳島ボルティス新加入2022年6月2日フォワードだな。高志志国士官大学徳島ボルティス新加入アウト日1選手前所属移籍先尾行2022年12月13日ミッドフィルダー藤原支流徳島部 ルティス FC 琉球育成系期限付き移籍2022年12月13日ミッドフィルダー森田林徳。ボルティス FC 琉球育成型期限付き移籍2022年12月12日ディフェンダー奥田。大徳島ボルティスカマタマあレサヌキ完全。関2022年12月8日ディフェンダー鈴木大成徳島ボルティスならクラブ間。移籍2022年12月6日フォワード一味数成徳島ボルティス京都さんが FC。 全移籍2022年12月5日、ミッドフィルダー川上江戸・ジョンチエ・徳島・ボルテスザスパクサツ群馬完全移籍2022年11月27日、フォワード・佐藤昭弘・徳島オルティス未定契約満了2022年11月21日、フォワード・無者がガバ徳島・ボルティス未定契約満了2022年11月17日、ミッドフィルダー・岩尾県徳島オルティス・浦和レッツ完全移籍両関連記事